サステナブルトーク、3回ほど前よりも、麹の機能障害というテーマでお話をしております。今回引き続きまして担当は村松法律事務所の弁護士の藤野、そして脇山です。どうぞよろしくお願いいたします。前回はですね、交通事故の、賠償の実務というのが、自賠責保険会社がその被害の内容を認定するというところが大きな役割を果たしていて、しかもそこの認定の考え方というのがその自賠責保険だけではなくて、法律家の考え方にも大きな影響を与えている。でそしてつまり裁判の場でも大きな影響を与えているというようなお話をしました。ただ我々私ども工事の機能障害の被害を受けて相談に来られている方の多くの話を聞いていく中で、その自賠責保険が採用している考え方っていうのがだいぶその被害の実態、被害の全体からすると漏れがあるのではないかというようなところをお話したというところですので、今回はじゃあ具体的にどういうところがそうなのかというところを少しお話しできればと思うんですけれども、前回もお話をしたように、自賠責保険会社は、損害保険料率算出機構というところに、調査を依頼してそこが調査を行いますと。でそこの自賠責、工事の機能障害認定システムというのがあって、その考え方に基づいて、工事の機能障害を負ったかどうかは判断をされますと。でその時に採用されている考え方が、その自賠責の検討委員会の報告書、その内容によって、ね、でその内容に基づいて、我々が使っているその法律家の方に載っている農害処理工事の機能障害相談マニュアルというものが、作られているというところなんですけれども、前回ご紹介した、日弁連交通事故相談センターが発行している交通事故損害額算定基準、我々青本と呼んでいる本に載っている農害処理交通事故相談マニュアル、工事の機能障害相談マニュアルの中でどういうことが書いてあるのかというところをまず、少しご紹介をしていきたいと思うんですけれども、この中でまず初めにというところがあって、読みますと、交通事故により脳損傷を受け意識不明状態に陥ったが、集中治療等の結果奇跡的に意識を回復し社会復帰したところ、事故前と比較して人格や性格に変化をきたし記憶保持等の知的側面にも異常があって就労ができない状態を継続している被害例が存在するというふうに書いてあって、こういうのが工事の機能障害だっていうふうにまず冒頭で説明があるんですけれども、どうですかね、この説明ってなんか違和感を感じたりされませんか。そうですね、まずちょっと引っかかるのがこの集中治療を行った結果っていうところでいくと、まさにその、非常に重篤な事故というところで、死にかけてるというか、非常にこうイメージとしては非常に重症事案を前提にしてるんじゃないかというところですかね。あるいは意識不明というところからも、そういったところを伺われるところなんですけれども、必ずしもこういった重篤な症状、もちろんこういう方々については工事の機能障害を発症するっていうことは当然十分考えられるとは思いますけれども、印象としてはここまでの重篤な状態じゃないケースっていうのも、むしろそちらの方がケースとしては多いわけで、そういう方々でも事故から復帰して仕事に戻ってみるとなかなか仕事がうまくいかないとか、そういうことをお話になる方っていうのは相当数いらっしゃるので、ちょっとこの記載ぶりが非常にこう重篤な、あるいは重症患者さんを想定しているっていうのが、ちょっとこう私がこの工事の機能障害の患者さんの事件を携わるにあたって少しこうギャップがあるかなというか、少し違和感があるかなっていうところですかね。つまりそういうような、意識不明状態に陥って集中治療を受けるとか、そういう相当重篤な怪我ですよね。そういうところまでいかなくても、
まあ、脳に損傷があるということが判明して、まあ、いろいろな症状が出ていると、まあ、こういう例ってやっぱりありますよね。そうですね、もう本当に実際あの相談、そういう相談を受けますし、じゃあその人たちが、まあ、あえて嘘を言ってるかというとそんなことはないわけで、まあ、中にはあの仕事をもう辞めてしまって、まあ、生活にも困っていらっしゃる方もいらっしゃいますけど、まあ、やはり相当数ですね、本当に実際に存在しているというのは、まあ、目の当たりにしてきているのかなというふうに思いますね。まあ、実際それは脳の損傷があるということが、まあ、確認されていると、まあ、お医者さんからもそういう診断を受けているという方も、まあ、いらっしゃるわけですよね。あ、もちろんそうですよね。で、その先ほどの脳外傷に高次脳機能障害相談マニュアルを先ほど進めていきますと、まあ、説明としてですね、治療の結果奇跡的に意識を回復し、画像上を明確な脳の形態的異常所見、出血痕や脳挫傷痕等が見出せないにもかかわらず、まあ、上記認知障害や人格変化が生じる症例があると、まあ、これらのその大脳の形態的病巣が明確でないのに結果として機能障害が生じる原因は、大脳皮質に明確な損傷は見当たらないものの大脳白質部の神経軸索が広範に断線して神経繊維が脳の部分間で、神経刺激が脳の部分間で伝達できなくなっている状態と説明することができるとというふうに書いてあって、まあ、ちょっといろいろ難しい用語が出てきていますけれども、つまりその例えば MRI とか CT というような画像で、まあ、異常所見というかそれが、まあまあ、必ずしも見出せないということだけれども、まあ、実際には脳の損傷があっていろいろな症状が出るということがあるということは確かに書いてあるんですよね。でただ多層それはその大脳皮質、まあ、つまり皮質というのはその、まあ、脳 の, その、まあ、比較的表面の方ですね、神経細胞っていうのがあるような部分のことなんですけれども、そこではなくてその下の白質部、ここはつまり神経繊維、その神経細胞と神経細胞をつないでいるその繊維がある部分、ここの部分が広範に断線してその神経刺激が伝達できなくなっているからそういう障害が起こっているんだというふうに説明されるんだというようなことが書いてあるわけなんですよね。まあ、ここはちょっとやや医学的な話になってしまうんですけれども、こういうその脳の神経繊維が広範に断線するからそういう症状が起こってるんだというふうに言い切ってしまっていいのかっていうのはちょっと疑問に思うんですが、どうでしょうか。そうですね、これは我々もまあ、お医者さんの方からいろいろ説明を受けたりして、まあまあ、明確にですね、例えば脳挫傷とかがある事案ではないときに、まあ、何かこう画像所見としてどういうものがあるかっていうところで、まあ、典型的にその脳挫傷がない場合でも、まあ、さっき言った白質部に損傷がある、これはまあ微小出血とかそういう所見とかですね、あるいは脳質拡大といって、まあ、脳全体が損傷されると、まあ、脳の、まあ、細胞のですね、まあ、体積が減少して脳質拡大とか脳萎縮とかにつながっていくとかっていう話があったりして、まあ、そういう所見があれば、まあ、自賠責保険でもですね、まあ等級認定というのがされやすいというところになると思うんですけれども、ただなかなかそういう所見がない場合でも医師としてですね、いろんな総合的な判断をして高次脳機能障害というような診断がつく場合もあって、まあ、いわばこの広範囲に損傷が起こるといういわゆるこう微慢性軸索損傷とか、まあ、微慢性脳損傷だとかっていうことが診断についていたりするんですけれども、なんかこうまあ我々法律家で、まあ、医学的な専門家ではないんですけれども、この微慢性脳損傷だとか、まあ、微慢性軸索損傷っていうのは一体全体何なのかと、これどういう所見なのかとか、どうやったらこれが証明できるのかっていうのは、まあ、常にちょっとこう我々の頭を悩ませている非常に難解な問題だなというところですかね。はい、そうですよね。で、まあ、あとつまりこのマニュアルの書き方としては、その画像所見がなくても損傷が起こるんだから、それを、まあ、
きちんと、見落とさないようにしましょうという書き方ではあるんですけれども、他方でそういう脳の全体的な広範的に広範な損傷によって起こってる起こるものなんだというふうに決められてしまうと、逆にその脳が全体的に壊れるような非常に重篤なその怪我でないとそういう問題が起こらないという方向に逆に行ってしまっているのではないかと、まあ、ちょっとそういうようなところは私としては感じてはいますね。そうですよね、まあ、このあたりですね、ちょっと次回あるいは次次回以降になるかもしれませんけれども、まあ、その裁判の中でですねどういう問題があるのかとか、まあ、そういったところについても、まあ、少しこう皆さんに、ね、情報を提供したいなというところですかね。それでは、今日の、サステナブルトークということで、我々法律家が工事の機能障害に関して、法律家向けの文献として、基本的な脳外傷に工事の機能障害相談マニュアルというものの内容を、冒頭部分をちょっとご紹介しまして、これが工事の機能障害というものを、見逃さないようにきちんと救済しましょうという体でありながらも、その内容というのを結構絞っている、そのような影響が、出ているのではないかというところの問題をお話をさせていただきました。本日のサステナブルトーク、担当は、村松法律事務所の弁護士の藤野でした。そして脇山です。ありがとうございました。